ブダペスト・ホンベイド FC は、ハンガリーの首都ブダペストを本拠地とする、サッカークラブである。ホンベイドとは、ハンガリー軍、または、陸軍伊藤兵を意味するハンガリー語である。クラブは、バルガ・バーリントによって1909年8月3日に、他のクラブメンバーの合意を得て、キシュペストアスレティッククラブとして設立された。設立当初は、キシュペストは、ブダペスト市郊外の村であった。 1926年にキシュペスト FC と解消し、その年の第1回ハンガリーカップにおいて優勝、小さな村の穏やかな成功を楽しんだ。ハンガリーが共産主義化し、ハンガリー人民共和国となった後の1949年1月に、ハンガリー国防省によって買収され陸軍のクラブとして新たにブダペスト本米ド SE として生まれ変わった。ハンガリー代表、 ベイラグットマン監督の代表クラスの選手たちを一つのクラブに集め集中強化を行い代表の強化に直結させるという考えの下に多くの選手が集結したクラブは1950年代に4度のハンガリーリーグを制覇するなど黄金時代を迎えた。また本米度の選手たちが中心となった代表チームは1952年のヘルシンキオリンピック優勝や1953年の FA 創立90周年、記念試合イングランド戦における、完勝、1954年のワールドカップスイス、大会準優勝などの結果を残し、マジックマジャールと称賛された。1956年に、ハンガリー王者として、UEFA チャンピオンズカップに出場。1回戦、敵地でのアスレティックビルバオとの、第一戦を2から3で落とし帰国の途につく矢先に、 ハンガリー動乱が発生した。このハンガリーの民主化運動に橋を発し、ワルシャワ条約機構軍が介入する非常事態に対して選手たちは帰国を拒否。第2戦は中立地のベルギーブリュッセルで取り行った。その後も選手たちはハンガリーへは帰国せず資金調達のために欧州各地で親善試合を行った。 特に、スペインでのマドリードクシーとの対戦と FC、バルセロナとの対戦は、最も顕著な試合の一つであった。しかし国際サッカー連盟はこれを違法とし、本米度の名称を使用することを禁止した。これにより決断を迫られた選手たちの中で、プスカシュは、レアルマドリードと、チボルトコチシュは、FC バルセロナと契約したがそれ以外の選手たちは、 ハンガリーへ帰国することになった。プスカシュラの離脱は本米道を弱体化させ、翌1957年は降格を免れることで精一杯であった。その後、1980年に25年ぶりのハンガリーリーグを制覇。ベータ・リラヨシを要して1980年代から1990年代にかけてリーグタイトルを8度獲得すると、 再び栄光の時代を取り戻した。東欧革命の影響もあって、1991年にキシュペシトとホンベード FC と解消したが、これ以降クラブの実力は、急速に低下した額の負債を抱えるようになった。クラブはついに2004年10月に破産をしたが、新しいクラブ、ブダペストホンベード FC が誕生し、ハンガリー協会の調停の結果、カブリーグへの降格は、 マヌガル現在も一部リーグで在籍している。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。